こんにちは、おばらんです。今日はワイヤーを使ってステンドグラスのようなお花のピアスを作りたいと思います。シルバーのワイヤーとブルーの着色剤はとても相性がいいので、ぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、タカラネイルレジン着色剤バイオレット、ブルー、グリーンの3色です。そして最後に飾り付けとして半球パールとゴールドのブリオンを使います。それから今回メインで使うのがこのシルバーのワイヤーです。いつもはゴールドのものを使うんですけど、今回は初めてシルバーのものを買ってきました。まず15センチくらいの適当な長さにワイヤーを切ります。それから動画の中でもう何回もご紹介してますが、こういった筆やペンなどの丸い部分を使ってワイヤーを曲げていきます。今回私の使う筆は巻きつける場所によって太さが異なってしまうので、マスキングテープで印をつけました。この印に合わせてその場所で同じように曲線をつけることで全部均等な大きさになると思います。ここの印のところにワイヤーを合わせてワイヤーを固定して、こちら側のワイヤーをこの筆に沿って曲げていくだけです。で、この先っぽをキュッと合わせて取るともう花びらの形になるので、あとはここで切るだけです。今回私はもう少し小さめの花びらにしたいので、もう少し小さくします。こんな感じのシンプルな花びらの形ができたので、これをあともう何個も作っていきます。今回はお花の半分をワイヤーで作ってピアスにしてみました。今回色をつけるときに1段目は薄い青みがかったブルーとちょっと緑を混ぜたブルーを交互にして作って2段目に紫色を着色しました。この花びらと花びらの重なる部分がまたちょっと色味が変わってきているのでとってもそこが綺麗に美しく仕上がったかなと思います。やはりブルー系がとっても綺麗に仕上がるので夏にはとても欠かせない色味となってます。今回のデザインはあえてお花を半分にしてみたんですけど結構これがかなりサイズ的には大きいので大ぶりが少し苦手だなっていう方はこの半分のサイズのお花にしたりまたはこの4分の1のサイズで作っても可愛いと思います。ということで今回はステンドグラスのようなお花が仕上がりました。もしこのデザインが少しでも可愛いなと思っていただけたら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またぜひ次回の動画もご覧ください。ありがとうございました。